よし、どうも、森進でーす。金太郎でーす。皆さん、おはようございまーす。はい、やってまいりました。今回も、ディバインゲート実況の時間でございます。今撮っているのは夜中だけどね。まあ、そうですね。はい。じゃあまず、今回、今ここにいるこのダンジョンのちょっと説明を、金太郎さん、お願いしまーす。はーい。まずここのダンジョンはどこかなんですが、出ました！この古神殿ヒルザーク。ヒルザーク、これが今回のこの戦いの舞台でございます。出たよ。何からいきましょうか。まあ今回使うパーティーはこのミコトパーティー。はい、前回じゃねえ、前にね説明したこのミコトパーティー、はい、僕の最強のお姉様でございます。はい、最強のお姉様、ま、黒子さんの声聞こえてくる。で行くんですが、なんですが今日の敵は相当やばいですね。これあれ確か、これはね、昼間にやったんだっけ？あ、やりましたね。まあ、ちょっと、まあ、いろんな意味ですごいダンジョンですね、ここは。ぶっちゃけ言いますと、ここのダンジョン勝てる確率は、ほぼゼロです。ほぼゼロ。まず、切った。まず、ボスにたどり着けるかも、などです。あれ、たどり着けたんだっけ？たどり着けませんでした。ミコトを使ってたどり着けない。このミコトパーティーでダメでした。マジか。なんで結構これはかなり負ける可能性が、ディバゲユーザーの絶望じゃん。まあ僕はそんなにこのパーティーあんまり育ってないんで、育ってないっていうか育成が間に合ってないんで、ちょっとまあ一応ネット上では一応クリアしてる人もまあ多少いる感じなんで、プレイヤースキルもバカすげえので、なんでこのパーティー勝てないかなんですが、はい、このパーティーの特徴として光パネルが少ない。まずこのミコトパーティーが攻撃するパネル自体がそもそもあまり出ないというダンジョンなんですね。あ、そうなんだ。そうなんです。そういうリスクまであるよね。そうなんですね。リスクっていうか、僕が持ってるパーティーでその降臨系勝てそうなパーティーがこのミコトパーティーとケイ聖獣士ケイしかいないんで、ただこのダンジョンの敵が火なんで、まあケイだと 100% 死にます。もう絶対勝てないんで、もう確率のメラメラしてんじゃん。もう確率の壁も等にやられた感じで負けるんで、まあそこはちょっとこのパーティーの力でどうにかしていこうかなと思ってたんですが、まあそんな感じで、まあこんなグダグダ言ってもしょうがないんで、まあちょっと行きましょうか。行きますね。さあ、死ぬよ。行きます。ちょっとやばいけど今回は頑張ります。ああ、いきなり空腹。この戦いが終わったら結婚しようみたいな。さーて、あっ、うわ、あー、オッケー。あー、これ結構ラッキーですね。まず初っ端から光パネル組んのは結構ありがたいですね。もう今回はほんと光パネル少ないんで、もうこれの 光パネルをちゃんと残せるようにやっていかないとやばいんで、倒せるか。いけるだろ、いけるだろ。え、マジで。あー、無理っすね。今回もちょっとカクカクな動画でございます。さあどうぞ。やーっと頑張りましょう。やば、もうちょっと手が、やばくね。光来ない。光、え、来なかったね。光来ない。こういうダンジョンなんですね。もう大変です。そもそも攻撃ができない。もう大変です、もう大変です。なんで道中は本当にもう光パネル絶対もう無駄にしないで貯めていく作戦で。光パネル2個は欲しいね。あっ、うわっ、これ強そう。結構最悪ですね。まあ、死ぬのか、死ぬのか。え、ここ死んでスタミナまだ余る？ない、ないのか。ちょっとまずいかな。よっしゃ、いった。倒せ。倒した。オッケー。え、しゃ、いやー、今の倒さなかったらもう積んでましたね。今のもう死んでました。え、ダメージなん？確か2万以上だったような気が。もうほんと強いっす。ここはもう頑張ります。やば、はくって、あー、しまった。よし、大丈夫ですね。こいつはまあ弱いんで、1万、まあ弱いっつってもまあ1万6000。来ない、来ないっすね。これ今までの金太郎のプレイヤースキル全てつぎ込んでもどうなるか分かんないですね。やばいな、入らない。一旦ちょっと回復し食らって。ああ、1万6000か。1万6000だね。光パネル2個欲しい。
ちょっと使っちゃいましたね。やばい。まあ、ちょっと今はちょっと回復して。うわすげえ、あ、ブーストか。ブースト。あ、こいつら弱いっすね、多分。高ダンジョン、ドラゴンダンジョンなんで、多分ドラゴンが強いって感じじゃないかな、と、個人的には思ってましたね。あ、やばい。うわ全部寝たよ。まあ、ちょっと。光来なかった。まあ、ちょっとやんないときついんで。やべえ。多分これで倒せないか。これで倒せないか。おお、いったね。いや、いったね。もう全然もうね、本当はこのダンジョンあれなんですよ。わあ、わあ、こいつはちびっこいけど、こいつら強いんで頑張ります。うわ。指の動き気持ち悪い。潰す。もう潰します。はい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 と。いやー、もう強い。もう強い。もう強い。怖い。あー怖い。オッケー、開いた。よし。あ、どっち行く？うわ。あー、いや、大丈夫です。あ、もう、ここドラゴン以外は、まあ、多少、あれでも大丈夫なんで。ね、光パネル使いたくねえな。あー、今ちょっと失敗した。来ないね。つか、エキドラですらこんなに食らうの。え、ここはまあ、そんなでも。僕、今、一撃だよ。残念。光パネルなくなっちゃったよ。まずいっすね。まあ、ちょっと。おぉ、うわ、あ、バックアタック。やべ !1 万4000。待って。うん、1万4000。あち。2万いや、さ、元から低かったのか。入れて回復して。よし。光使っちゃったけど、大丈夫、多分。あ、いった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 。いやー、ほんともう緊張結構手が震えるかもしんない、これは。うわー、長くなるぞ、長くなるぞ。はい、ドラゴン来たか。しかも一旦一旦来ない来ない来ない。あ、しまった。あー、しまった。出せない。3つ使った方がいいんじゃないか。いや、でもそれ、うん、あー、やべ、回復が。あー、やべ、緊張してる。まあ、光2個来たんで、これを大事にしていかないと。開かない。空腹、まずい。あ、やっぱ、まずい、まずいよ、これは。やばいな。あ、終わったこれ。空腹は危険。これ終わったこれ。いや、終わってない。頑張る。頑張る。頑張る、頑張る。あ、光が。金太郎の指の動きにさ、パソコンがついていってないよ。ああ。やばい、今回やばい。今回やばい。くっそ。先にもうつ、あ、あー、さらに毒。待って、待って。あ、行かなきゃよかった。あ、あー、でもまあ、こいつらな、なんとかなんないか。毒のシーン取れてないし。うわ強い。あ、強い。くそ、しまった。次の1人死ぬ。回復しなきゃ死ぬ。倒す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 。倒せ。倒せ。いったー。オッケー。あー、やっべー。おこれは、うわ、あ、こいつだけなら。待って。やばい。回復しないとやばい。来た、回復。よし！しょ、あー、やべ。あ、ちょ、あーし！もう一個入れたかった。もう一個入れたかった。ここで回復。ここでちょっと、いろいろ貯めます。回復してとかいろいろやります。ここで光パネルを貯めながら回復でします。作戦です。作戦です。これは作戦です。作戦でーす。パズドラで言うスキルためってやつっていうのもあるし、違うね。いや、まあ近いものがあるかな。毒が、あ、毒も終わったか。もうとにかく回復してきまーす。回復する量の方がこっちの方が多いから。あ、くそ、失敗する。あ、光が、くそー。3つ残してやんな。こういう方とか初めてなんで、ちょっとあんま慣れない感じですね。つって、そろそろいいかな。うん、いや、でもさあ、ちょっとでも2パネル残ってれば回復もしたい、回復もしたい。オッケー、きたー。なんとかこれでいけるかな。いったでしょ。よっしゃ、立て直しました。この前1撃で立て直しました。危ない、怖い。 SP が問題ですね。 SP が問題っすね。お、きた、光パネル回復もいっぱい。よし、まあこれでこいつらは一撃で。あー怖い。お、プラス落ちたね。とか言ってる暇ない。一個、
1パネル分 S…まあ大丈夫かな。SP が。あ、オッケー。これで上行け。上、上。オッケー。おぉ、あ、やばい。死ぬ。あ、死ななかった。オッケー。よかったー。ねえ、死ぬ。回復入れろ。よーし。これなんで回復しないか。行くか。行ったね。あー。やべ。おぉ。まだボスじゃない。よし。よしよしよし。あ、やばい。入れるか。入れないよね、やっぱりね。こいつでスキルターンはしたくないに倒します。あ、うわ、ほんと強い強いよ、ほんと強い。ここはなあ、しっかりこね全部埋めたし、しっかりこね、埋めてもね来ないっす、埋めても来ないっす。指ね、指挙動ってるぞ、指挙動ってるぞ。強え、倒されたら、あ、いや、いった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 。くそ。倒すね。はい、倒しました。倒したー。いやー、ほんと、もつ。やべえ。あ、あ、いかないで OK だけど、ちょっと暗くし。あー。あー、した。いや、もうダメ。こういうのはもう、見たらダメ。もう見たらダメっす。皆さん見なかったっすね、今の。皆さん今の、ね、見ませんでした。あ、うわ、もうやだ、うわ、鬼畜。オッケー、来た来た。だけど怖い。待って、5マスギリギリだな。死ぬの毒って。あ、え、大丈夫です、今のはちゃんと確認しました。ファーストアタック来た。なんですけど、やばいね。1、やばいっすね。1、回復しないとしない。今世紀最大のピンチ来た。オッケー、回復したけど、これは次のターン死ぬ可能性が大大大、死ぬ。どうする、使うか。使うか。いやでもここでさ、でも使うと勝てる可能性が消えるんですよね、次の時。でもアーサーあれば。いや、実はこのダンジョン、その今までスキルだけで倒すっていう戦法を取ってきたじゃないですか、この御言葉について。それが使えません。え、え、待って、スキル、敵の HP が700万超えてます。おぉあー、やばい、ここで死ぬかもしれませんね、これ。ちょっとこのでかいドラゴン、もういきます。あー、負けたくない、負けたくない、負けたくない。オッケー、来た、はい、来た。あー、失敗した。やばい、死ぬか死ぬか死ぬか、死なないで。死んだ。はぁ、あー、今あれをやっとけなぁ。ボスだ。どうする。いや、無理だよね。無理です。さぁ、やべえやべえ。あー、ダメでした。やば。あー、はい、こんな感じで、はい、今回はちょっともうほんとダメでした。やば。こんな感じで負けました。はい敗北というわけで。いやー、ダメでした、ね、絶望の。いやー、なんだっけ、もうちょっといろいろと頑張っていかないとダメです。なんてダンジョンだっけ、ここ。見れねえ。まあ、なんとかってダンジョンです。こ神殿、こ神殿、こ神殿、なんたらなんたら。はい、こんな感じで。はい、いやー、強すぎじゃね。いやー、もうやばい。ボスに会えず。はい、会えず。まあ、こんな感じで今回は終わりにしたいと思います。はい、次回リベンジしたいけど6日以内だね。まあ、そうっすね、6日以内にリベンジ しようかなみたいな。はい、ボスまで行ったらちょっと取ろうかな。うん、ってことで、はい、ありがとうございました。次回もお楽しみに。グッドバイバイバイ。変わったな。アデュー。